久保さん、あの都合がいいですよね人間っつうのはまあいいとこだけ、ね、切り取ってねどこまでお祈りするんだって話ね確かにあの弥生時代とかね石器時代までね遡ったらどこまでお祈りするんだよみたいな <laughs> まああとねあのー、戦国時代とかねあのー、まあ戦国時代なんかね人いっぱい死んでるしね だから都合がいいんじゃないですかねやっぱ都合がいい移動だけ切り取るというかうんそうなんかあのうーんまあ僕ってあの豚も食うしに牛さんも食うしあのまあこれ画像検索するとね出てくるんですけどあのまあまあなんだまあ結局その豚とか牛さんって 商品なんですよね、うん、だからその畜産してる方によるしまあ輸入先僕が見たのはブラジルだったかなブラジルの豚だったかななんかすごいんですよもう,もう生き物としてい、まあ、僕が見た映像はですよ生き物じゃないんですよま商品なんでもうすごい扱いでまあ結局殺してまあそのさばいて食べるわけじゃないですか そうなんかこれは「命の食べ方」っていうねまあドキュメンタリー映画もあるんですけどもうんまあ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 すごいなんかまあひどい映像があったりとかするんですよまあでも結局殺して食ってるんであれなんですけどうんだけどなんかそういうなんかまあなんだ牛とか豚って哺乳類というかねあれじゃないですか でそのなんかビーガンでしたっけなんか肉とか食わないと。でも魚はケ、OK、ーみたいな。そ魚もまあその多分見え方だと思うんですよね。魚も残酷にこう生きながらこうさばいてね。生きてるのにこうブスって刺してね。血がブワー出てね。なるじゃないですか。で哺乳類の場合はなんか生々しいというか。でも魚と何か見え方。 ですよね、切り方というか見え方というか魚は OK とかねあとなんだろうなまあ野菜は OK みたいなねまあ野菜もね人間に食われるために生えてるわけじゃないじゃないですか多分単純に <laughs> 今その,その木草とかも全部生物だから全部そうじゃですよね別に花とか草とかもその人間にその見られるために生えてるわけじゃないし でそれを人間が都合のいいようにね、なんか花を虫取ってね、わかんないですけど、植え替えるとかね。だから都合がいいっていうのは結局。<laughs> うんなんかその、うん、いや、野菜も、なんか野菜は正義みたいなね。いや、野菜だってね、人間に食われるためにね、あの別に生存してきたわけじゃないし、その、だからあれですよね、両、その久保さんの、 その人、養護団体、うん、かわいそうとかね、なんかいろいろあるんだけども、結、ま、論、あ、ねお、僕も思いますそう,いうそういう映像を見るとね、思います。まあ、実際にそういうふうに殺されて輸入されてるね牛さん、豚さんいっぱいいますよ、そんなの、うん、で、映像を見るとかわいそうと思いますけど、食べますね。うん、なんかやっぱ都合がいいんで、 人間っていうのは。でも都合よく生きていかないときついっすよ。なぜならば、じゃあその久保さんが言った通りね、あの、なんか祈りを捧げるにしても、一、あの、一、こもう多分ね、なんだ、歴史をたどって全部に祈りを捧げなかったらいけなかったら、多分24時間ずっと祈りを捧げたとしても間に合わないっすよ。だから人生を 24時間365日、祈りで捧げると何。何々時代、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 何々時代の何々の何々みたいなね <laughs>。歴史にどれぐらいあるのかわかんないですけど、多分、一生祈りを捧げる人生になりますね。ずっとこう、ずっとこうしてるっていう。何もできないですよ。 都合いいんですよ、人間っていうのは。僕は極論に人間とは都合いい生き物だなっていう。だから地球の平和を考えるんだったら僕、僕僕はね極論言ってしまうと人間がいなくなることだなぁと思うんですよね。地球地球を中心に考えたとき、ね、地球を中心に考えたときは人間っていう生き物を全部抹消する。それが地球に沿って一番いいんじゃないかなと思いますね。うん だって牛さんとか豚さんとかプラスチック製品も作れないしそのなんだこの地球のこのサイクルするサイクルに帰えらないものを作る作れないじゃないですか多分うん他の動植物とかは死んでも地球に帰るじゃないですかそれが肥料になったりとかこう,こう循環してるんだけども多分人間だけが唯一地球に変わらんか 地球にこう循環しない化学的物質を作れちゃうので、うん、だからそのあれですよね原子爆のプロトニウムとかもあれもね埋めるのにそのすげえあれあのああな福島でも問題になってますけど海に返すか返さないかっていうね <laughs>、うん、ああいうその地球に帰らない自然に帰らないものを作れるのは人間ですからね、うん まあ本当、地球の自然平和を考えるんだったら、それらを言ってる僕たち、平和を言ってる僕たちが全部いなくなることですよ。うん。でもそれは無理ですよね。うん。てか、都合がいいんで。<laughs> 都合がいいんで。平和だーつうん。君が死ぬことだとね。<laughs> そう。平和になりたいんだったら、君が死ぬことだよって。 残酷ですけど君が生きてることでどれだけ地球を破壊してんだみたいなねうんそうまあ矛盾だらけですよいってらっしゃい